ベース株式会社の前田と申します。かなりですね、長時間になってまいっておりますので、なるべくコンパクトに収めたいなと思っております。まあ、一応予定30分なんですが、20分ちょっとで終われるとよろしいかなということで、キュッとですね、ポイントだけ、まとめた部分をお話しできればと思っております。では早速ではございますが、画面を切り替えさせていただきまして、こちら今回のテーマとしましては、ゼロから始めるネットショップ解説セミナーという形で、説明させていただければと思います。ですね、非常にお恥ずかしながらなんですけれども、ちょっと私の背景が普通にオフィスっぽくなくて恐縮なんですが、私自身がですね、ベースで働きながら実家の家業を継いでおりまして、まあ、リモートでの仕事というところもありまして、実家のコーヒー焙煎屋さんからお届けしております。で、実際に、コーヒーロストディバーチェというですね、東京都目黒区で、運営しているコーヒー屋でもネットショップと実店舗、築けば20年になっておりますが、まあ、そういったところの知見もですね、こういった場で、少しでも還元できればなと思っております。では脱線いたしましたが、ちょっと屋外という関係もありまして、まれに雑音が入ったり交通音ですね、入ってしまう場合がございますが、ご了承いただけますと幸いです。で、早速私の自己紹介から始めさせていただければと思います。今ですね、ベース株式会社というところでビジネス&マーケティングディビジョンというか、横文字が多くてよくわからないという形ですが、平たく言うと、いわゆる営業です。をやらせていただいております。で、ベースに入ったのがちょうど5年前、ちょうどというとちょっとサバを読みました。4年半ぐらい前ですね。それまではですね、人材系の会社でメディアの営業をやっていたりとか、インターネット広告を作ったりとかですね、実はさっきもちょっと出て懐かしいなと思ったんですけれども、インターネット上の検索サイト、まあ、そういったところを作るような側におりました。で、なぜこれ自己紹介でお話ししているかというと、ベースの前に入るまではいろんな方に情報を届ける、そういったお仕事をさせていただいていたんですね。で、4年半前にベースに入ったきっかけというのは、そういったいろんなまだ知らない情報を、情報を知らない方に情報を届ける、それにはどうしたらいいかというところにずっと従事してまいったんですけれども、実際に商いをする方が情報を届けるだけではなくて、事業を進めていく、まあ、そういったところに寄り添って、よりこう、商いを進めていくっていうところにですね、どんどん知見を投下していきながら自分自身も高まっていきたいという思いからベースに入ったというのが4年半前になります。で、現在ではですね、若干ここに書いておるんですけれども、日本全国の47都道府県に全て足を運べているわけではないですが、コロナの影響もあってリモートが多いんですけれども、そのような形でセミナーでいろんな情報を還元させていただいたりとか、もう日本全国のショップ様、現状ですと100万を超えるショップ様とですね、こういうことをやったらいいんじゃないか、ああいうことをやったらいいんじゃないかというできる限りで、会話を通じて事業をの背中を押させていただいている、そのようなお仕事をさせていただいております。本日は、先ほど神宮さんのお話もございましたし、実は私自身も使っていた身で、非常に素敵なサービスだなというのをお見受けしておりました。で、その中で、自社ネットショップ、これを運営する意義ってそもそも何なんだっけというのをですね、後で実は出てくるんですが、ホームページを持つということとネットショップを持つ、これ何が違うのってよくいただく質問にも、今日若干個人的な思いも含めてなんですけれども、お答えさせていただきながら進めていければなと思っております。若干、脱線しかけたんですが、まず一つ目のこの自社ネットショップを運営する意義、これを3つのポイントに分けてまいりました。1つ目こちらです。通常物を作られているメーカー様、まあ、当然ながら仕入れていらっしゃる方も含めてになりますが、通常の商いの方法ですと、いろいろな流通業者様が間に入られて、お客様のもとに物が届いていくというような形になります。
その流通業者さんって何かというと、いわゆる商社さんであったりとか、配送のところももちろん入ってくるんですけれども、一次商社さん、二次商社さんという形で、まあ、代理店さんという言い方もされますけれども、そういった形で間に入られて、やっとお客様に物が届いていく。つまり、間に入られている流通業者様も当然、商いをされていらっしゃいますから、利益を取られていらっしゃいますね。これがオンラインを通じてですね、直接お客様に、まあ、直接もだけではなくて、より近いところに届けていけるとなりますと、当然ながら中間のコストが削減していけますから、より効率的に利益率を高めた形で、商いをすることができるというポイントがございます。で、この3点がおそらく日本でネットショップを始める方の 97% ぐらいがこれをきっかけに始められると思います。で、実はですね、私は先ほど冒頭でご紹介したようにコーヒー焙煎屋さんというですね、実店舗を構えているところで、今一緒にやっているという立場もあるので、もう一つ大事な要素があるんだなということに気づきました。それがこちらです。消費者様ですね、今こういったご時世ですから、ネットショップを知っているとですね、まあ、ネットショップを知っているとというか、ネットショップを運営されているブランドさんがいらっしゃったときに、通信回線がつながっていれば、どこでも24時間365日お店に行くことができてしまうんですね。当然ながら URL を知っているよだったり、 SNS 知っているよだったり、先ほども Google という言葉もジンズさんの方から、長島様の方からもございましたが、店舗名で検索したりとか、店舗名以外で、Google するキーワードで検索したりとか、まあ、そういった通信回線があればいつでも戻ってこれる。そして一回気に入った、まあ、そういったネットショップがあった場合に、ね、ここ知ってるっていう形でですね、誰かに教えてあげるっていうことが、ほらほら見て見てっていう形で、同じく通信回線通じていればどこでも紹介することができる、まあ、そういった側面がある一方で、ポップアップイベントでの販売だったりとか、実店舗しかやっていない、まあ、そういったショップ様ですと、もちろんポップアップイベントですね、イベントの対時での販売の場合には不定期での開催であったりとか、あとはお散歩ついでにいいお店見つけたなということで、また行きたいなと思ったときに、あれどこだったっけなって、これうちのお店でよくあります。で、電話をいただいてどこでしたっけみたいなですね、もともとよくありました。あと時間がなくて行きたい気持ちはあるし、場所も分かってるけれども行くことができない、まあ、薄い手で書いておりますが、戻ってこれない、まあ、こういった実店舗だけだと抱えている悩みに対して、ネットショップがあることでいつでも帰ってこれる場所を提供できるというところがポイントにもなってまいります。そして今まで一つ目二つ目で直消費者様へのお話をさせていただきました。ですが、直消費者様だけではないというところがこの3点目になります。こちらですね、天草、熊本ですね、の漁師さんのお話です。天草アジという特産品を、まあ、漁で、こう、なんでしょう、収穫というかですね、取りまして、市場を通じて販売するということをされておられたんですが、売上利益アップというのをどんどんしていきたいな、というところを、現地のですね、詳しい方に相談したところ、ベースをご紹介いただいたと。というところなんですけれども、実は注文はですね、ちょこちょこちょこと入ってきた中で、ある日東京の飲食店から連絡があったそうなんですね。実はこの前購入させていただいて非常に品質がいいなと思ったので、正式にお店の方で仕入れさせていただけませんか、まあ、こういったことがですね、実際にありまして、珍しくない状況になっております。つまりネットショップというのは、まあ、B2B 用、B2C 用みたいな形で切り分けて考えられることがあるんですけれども、そうではなくって、
購入した方というのが一般の購入者さんもいらっしゃれば、法人のお客様もいらっしゃって、で、ネットショップの存在自体がこういったあの B2B の取引にもつながってくるんだよということが珍しくなくなってますよという部分での共有になります。ちょっとだけですね、この部分紐解いていきたいなと思う部分がこちらです。ブランド様であったりとかメーカーさん、こちらの方々がですね、実店舗を通じて、お客様に物を届けるというところだったりとか、ネットショップを通じてお客様にいい商品を届けていく、まあ、情報として届けていく、購入機会を作っていく、この実店舗においてもインターネット上においてもどちらにも共通して非常に大きな役割をしてくれる方々がいます。それが何かというとメディアなんですね。私が前職までで携わっていたところになります。メディアと一言で言ってもいろいろなものが含まれておりまして、ラジオ、テレビ、新聞、雑誌、インターネット、まあ、このインターネットの中に SNS というものも含まれてきている昨今でございますが、これ何をここでご紹介したいかというと、メディアの方が情報をこう取材して情報として上げていく上で、メディアの記者さんからですね、よく、まあ、これ3年前ぐらいからなんですけれども、よく直接伺う内容としては、何を見て取材するか決めますかっていうお話の中に出てくる割合が非常に多かったのはネットショップだったんですね。で、これなんでなんですか、ホームページとか SNS とかあるじゃないですかという話を聞いたときに、出てきた回答が、扱っている商品に関して詳しく書かれているのネットショップが多いからですという回答だったんです。あ、なるほどなと思ったのがですね、ネットショップと、これ、ジンズーさんとの、共通しているところでもあって、違うところでもあるんですけれども、ネットショップというのは、商品を売るために作られるページですから、決済の機能だったりとか、商品を登録するという、この作業自体がとても簡単になっているものなんですね。ですので、商品のお値段だったりとか、種類の分岐だったりとか、これこれこういう商品です。こういうところで喜ばれてます。こういう使い方がありますというような商品に対しての細かい説明だったり、あと商品に付随する写真、これの掲載がたくさんありがちなのがネットショップだというふうに記者さんもおっしゃられていて、当然ながらホームページだったりとか、そういった SNS の情報も、見てはいるけれども、最終的に判断をする軸になるのがネットショップであることが多いという話を伺って、なるほどなと思ったことが今でも鮮明に覚えております。ですね、若干話が長くなってしまったんですけれども、このメディアさんからの取材を受けて、メディアさんに掲載されたときに、メディアさんがまあ取材をされてですね、情報が掲載されたときに、消費者さんがそれを見られて購入につながってくるというところは当然あるんですけれども、このメディアを見ている方は消費者様だけではなくですね、卸先のバイヤーさんであったりとか、まあ、こういう商社さんも当然メディアを見ているわけですね。特にメディアで話題になった商品などは販売することも非常にしやすくなるわけですから、こういったメディアに乗ることで卸先の獲得というのにもつながって、いわゆる仕入れの担当のバイヤーさんとのつながりもできてくるという部分を直接伺ったときに、なるほどなという経験がございました。実は、こういったセミナーでしか申し上げてないんですけれども、私の携わっている実家のコーヒー屋ですね、今私がいるここでも同じようなことが起きております。で、この図を使って一つ前のスライドとも合わせて申し上げたかったのは、ネットショップが起点となってですね、メディアとつながる、まあ、そういったきっかけになりうるんだよということをお伝えしたいなと思いました。一消費者様に販売するためだけではなくて、情報が広がっていく、そういった起点にもなりうるネットショップの活用というのは非常に有効なんじゃないかなと思っているところでございます。今
まで申し上げたポイントをまとめますと、こちらです。直接ネットショップを通じて販売することによって中間経費を削減できますので、純粋に利益率を向上させることができますよと。で、消費者様がいつでも帰ってこれる場所を作ってあげられるわけですから、機会損失を低減させることができますよ。そしてメディアへの情報流通というところを考えたときに、直販だけではなくて卸の拡大にも寄与してくるよ。まあ、こういったですね、ネットショップというのが今回のテーマでもある DX、まあ、こういったところの起点になってくれる存在なんですというのをですね、少し時間を長めにいただいておりましたが、まずお伝えしたかったところでございます。でここでですね、次にベースについて、詳細といっても本当かいつまんでにはなって恐縮なんですが、ご紹介の時間をいただければと思います。そのベースというサービスができたのが、文中もっと小さいので読もうとしないでいただきたいんですけれども、これね、インターネット上に上がっておりますので、2012年の11月にできたサービスです。今年で10年目を迎えております。でこのベースができたきっかけというのがですね、代表の鶴岡のお母さんが大分県で洋服屋さんをやっていらっしゃるんですね。今でも続けていらっしゃいます。その洋服屋さんが、まあ、時代もあってですね、インターネットでの販売チャレンジしてみたいんだよねという声が出たときに、いろんな事業者様のお話を聞かれたそうです。で具体的にはですね、今からもう遡って12、13年前の出来事ですから、今とは外形はかなり違うんですけれども、どうしても当時はですね、まだインターネットで物を販売するというのが、まあ、先進的な行動でもあったというところから、初期費用がかかってしまったり、初期費用だけではなくて月額の費用だったり、決済が発生した時の手数料だったり、いろいろお金がかかる、はい、入り用の多い手法だったというのが現実あったんですね。でなおかつお母さんも洋服屋さんをやられていて、こちらに書いておりますが、当時55歳ということですね、年齢が暴露されていてちょっとかわいそうだなと思ったのが社内でも話題になっておりましたけれども、その状況でですね、ネットショップについてはインターネット、まあ、この話を聞いたときに CTR がとかですね、CVR がという横文字がたくさん出てきて、何を言われているかわからないという状況が当時あったというふうに聞いております。そういう時にですね、結論、結果として挫折をしてしまって、インターネットで物を売るのは難しいことなんだとなってしまった自分の母親の姿を見て、もっと簡単に、もっと誰もが始めやすいネットショップ作成サービスがあったらいいんじゃないかなというところが、このベースが生まれるきっかけになったんですね。まあ、そのような背景が実は今でも DNA として非常に重要に扱われておりまして、誰でも簡単に使えるというところをコンセプトにしております。で専門的な知識がなくても比較的簡単に、ネットショップを作ることができたり、あと集客というところはかなり難しい永遠の課題になりうるところですが、まあ、そういったところにもちょっとでも寄与できればという思いから、ショッピングアプリベース、直近で PayID という名前に変更がありましたけれども、そういったモール的な存在もご用意をしております。はい、でこのベースはもう細かいところを突っつくとですね、このお時間全く収まらないので、大きなポイントだけ話すると、この3つ、誰でも使える簡単さを意識した作りになっております。よく言われるのがですね、Facebook を更新したことがあるとか、ブログをつけたことがある、まあ、そのぐらいのインターネットの知識があれば、問題なく、あまりストレスもなくですね、使うことができるような設計になっています。あとパソコンがなくてもスマホだけで操作できるというのもポイントです。で2つ目にはですね、ベース簡単決済という決済の仕組みになります。こちら後でも出てくるので、お聞きいただければと思います。
3つ目が固定費の削減です。初期費用、月額費用、こういった固定費が一切かからない状態で運営できるサービスです。で、どこでビジネスをしているかというと、これも後で出てまいりますが、売上に応じた手数料をベースとしてはいただく。それが 6.6% プラス40円。約 7% の手数料をいただきます。ということで、売れない限りは何も発生しない、まあ、そういったスタートラインで始めていけるものになりますから、限りなくリスクの少ないネットショップの立ち上げができるサービスです。ですので、一言で言うと、簡単にすぐ0円で始められるのがベースというものになっております。で、先ほどもございました通り、月額費用や初期費用、これがかかりませんので、よく使っていただいている方々、まあ、今日本全国160万以上のショップ様に使っていただいているので、業種業態が本当に多岐にわたるんですね。で、ここでご紹介したいのが、農家さんです。特に果物の農家さんとかですと、1年のうちに販売できる期間というのが限りなく限られているわけですね。直近でいうとブドウのシーズンもございましたけれども、6月、7月ぐらいで、6月、7月、銘柄によっては8月っていうですね、そういった期間になりますが、それ以外の期間は特に売り物がないよというような、商品を展開されている方々ですと、売らないときにはお金かけたくない、売れるときだけ数量がかかる、このモデルが非常に嬉しいよというふうに言っていただくことが多いです。また似たような概念ですが、季節限定の商品であったりとか、あとテストマーケティングとして販売するものであったりとか、どちらかのブランドとコラボをして限定で販売するんだよというものにもご愛顧をいただいております。2つ目のポイントがこの簡単決済という部分ですけれども、計7種類の決済手段が事前審査なしにお使いいただけるという仕組みになっております。これ何かというとですね、このクレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、後払い、キャリア決済、ペイパル、アマゾンペイという7種類の決済方法とベースが包括契約をしているので、ベースさんを使った場合にはもう一旦使い始めていただいて OK です。という座組を敷いています。あと、この後にも出てくるんですが、ベースが決済として間に入っておりますので、例えば銀行振込だったりコンビニ決済、この注文後に商品が送る前にお支払いをいただくものに関しては、ベースが督促をいたします。で、期日までに入金がされなかったらキャンセルになってしまうのでお気をつけくださいね。であったりとか、銀行振込今でもよくあるんですけれども、いくらいくらの注文だけれども多く払いすぎちゃったとか、間違えて少なく払ってしまった、そういった場合にもベース側から多いのでお戻ししますねだったり、足りないのでいついつまでに追加でいくらご入金くださいねということをすべて行いますから、ベース側で決済が成立した注文ですよという通知が来たものに対して対応すればそれで OK、そういったサービスになっているというところで手離れがいいというご評価をいただいております。ですからネットショップ始めてみたいな、でも難しそうだなという方だったり、そもそもホームページを持っていないんだよねという方にもベースご愛顧をいただいておりますし、ホームページは持っているけれども注文は電話とファックスで受け付けているんだよねという方で、メールでいただいていてもさっきの決済の部分で手間がかかっているという方にもご評価をいただいております。で、ここでですね、これは個人的な感情も含めて、申し上げたいところですけれども、ジンドゥさん、私も一ユーザーだったので非常に好きでですね、使い分けをしておりました。で、何かというと、先ほどの天草アジの漁師さんと同様に、購入をするというきっかけはベースで作って、それ以外のですね、法人への、取り込みだったりとか、そういったところに B2B だとこういうことができるんですよね、というような事例だったりとか問い合わせフォーム、こういったものはネットショップのサービスだけだとちょっと情報の出し方が足りなかったりするんですね。ですので、ホームページの方でよりこう深
価値として提供できる部分っていうのをきちんとご紹介されながら、買うという行為はしやすい動線としてネットショップを活用する、こういったどちらも活用していくという方々も非常に多くいらっしゃいますし、私も非常に意義があるかなと思っております。一方で非常にこう知見の豊かな方々はそういったものも踏まえて、どっちかだけで全ての情報を搭載するということを実施できている方も多くいらっしゃいますけれども、まずは情報をたくさん載っているのであればホームページ、買っていただく商品について詳細に語る場所を設ける、こういった役割はネットショップ、こういった両立をしながらお互いにリンクし合う形で、ご展開されるというのも私個人としてはおすすめかなと思っております。